はい。それではこのスライド最後の行列の加減とスカラ倍ということで、えー、ベクトルの時にですね、えー、ベクトルの足し算、引き算やースカラ倍を定義したわけですけれども、えー、行列についても全く同じことが定義されます、えー。例えば等しいというのは AB の型が一致すると。えー、型や 3×4 行列で型や 5×7 行列だったら等しいもへったくりもないということですね。 3×4 行列同士であれば、成分が全て一致しているときに限り、等しいというふうに言うと。ごくごく自然な定義になります。それから、加減ですけども、足し算引き算はもちろん成分ごとの足し算引き算で決まります。当然、型が等しくないときは、加減は定義されないということですね。演算が、こういうの演算と言いますけども、演算が定義されないということです。 それからスカラー倍も同じで、各成分をすべて C 倍するというのがスカラー倍ということになります。0ベクトルと同様に0行列というのがあってですね、すべての成分が0である行列です。サイズを明記する必要があるときはこのようにですね、O の下付きの M コンマ N というふうに書きます。これは M×N 行列であって、すべての成分が0の0行列であるということですね。 もちろんこの0行列は、すべての行列、M×N 行列 A に対して、OMN を足しても、これ、イコールですね。イコール A が成り立つということですね。はい。で、このように一時結合の計算が、ベクトルの時と同じように計算ができますということになっています。はい。それでは、あの、ベクトルの時にもやったような感じですね。この等式が成り立つように PQRS を決めなさいという問題をちょっと考えてみてください。 はい。それでは、ちょっと解いてみましょうね。えー、まず、1、1成分を比較すると、3p p、三 p プラス 2s イコール9ですね。それから、2、1成分を比較すると、3q プラス sp イコールマイナス5というふうになりますね。 えっと、同様に2 2, 2成分、1 2成分を比較すると、6たす sp イコール r、え、これ0ですから、まあ、sp イコールマイナス2と。で、3p、137は 3p プラス sr イコールマイナス5と、9プラス sr イコール p というふうになんですね。で、えっと、これからですね、えー、辺辺引くと p、3p 引く9イコールマイナス5引く p になりますので、え、4p イコール4ということで、p は1と分かりますね。 それから真ん中のここを使うと sp 共通ですから r は4ということがわかりますね。これに6足したものが r ですから、マイナス2足す6で4ということはわかります。したがって、ここの式が3足す 2s イコール9と39足す s イコールマイナス5ですので、 どうなりますかね。2倍して変変引くと、69-3イコール、えー、マイナス10-9ですから、79イコール、マイナス7で9イコール、マイナス1ですね。で、えー、9イコール、マイナス1ですから、あと何ですかね。spqrs ですね、えー。s は、えっと、ここですね。えー6 たす S, S イコール4ですから S はマイナス2ということになりますので、したがって P イコール1、Q イコールマイナス1、R イコール4、S イコールマイナス2ということで、これが正解ということになります。